あ、ヨーコータさん、こんにちは。マイクバーでございます。お疲れに向かう、ありがとうございます。明日が徳川家康さんの誕生日ということで、じゃあ、名古屋神社、で名古屋東照宮ですね、の、例大祭の前夜祭。前夜祭に来てます。おー、ニーハー、お久しぶりですね。お久しぶりでございます。元気ですか？これね、夜の8時までずっと続いてて、こう、舞とか、打楽とか、魔楽、舞楽、等々がやられて、ちょっと明日は徳川家康の誕生日で名古屋東照宮見て前夜祭でございます。明日はね、例大祭があるんですけど、10時からっていうね、お昼間なので来れないんで、今日もね、来れなかったんですけど、ほほっと時間が空いたので、5時から始まってたんで1時間遅れでございますが、間に合いました。姉さん、すげえおじさん。だよね。まあね、バッチリですよね。向こうの方から見てるとね、喋くれんのだけど、こっちの背の方から見てると喋くれるかなと思って。元気どう、兄さん。いろいろやってますもんね、本当にね。あ、兄さん、お疲れ様です。お疲れ様でございます。なんだって寮生会さんに来て、寮生会さんが B さんにどうもねって言われてますね。そうね、ファミリーカムで動画も撮ってるんですけど、こっちのね、電子が持つかどうかですね。生きてたなって姫に言ってたし、ガガクでございます。ガガクって言わんのかな。お疲れ様ちくわーん。店禁止してオープンしてます。二人で、あ、なんか、そう、見てました。あの、フェイスブックなんかね。頑張ってるなーって。僕ね、去年もこのお祭り行ったんですね。お祭りっていうか、神社なんですけど、去年は、この日の向こう側から撮ってて、なんか被っちゃってね、あんまりよく撮れなかったんですけどね。先日、あっちのお姉さんと飲みに行きましたね。誰やねん。誰ですか、あっちのお姉さん。皆さん、今日は仕事終わったんですか？うん、先ほどね、もうお取りを工事と1個出してきて、出先回りは終わり。今戻ってからの仕事はあります。戻ってからの仕事はあるんですけど、もうお客さん回りはもう終了したので、いけるじゃんって思ってきちゃいました。あ、まだフェイスブックに上げてないのを、ライバル会社にもう作られてて、あの、なんか、船の、あのタイムラインの方でなんかそうつぶやかれてましたよね。それがなんか拝見してて頑張ってるかなと思って。この舞、幸いにもね、電波状態がいい。あっちの舞台で聞いてどこに誰よ、誰よ、ダンスの勉強ですか。これね、参考になるんでしょ。夕焼け出すかと思った。残念ながら今日前の日です。残念なのかどうかあれですけど、元気そうよ。だから誰の話でしょ。あのね、あの奥でお囃子が奏でられております。こんばんはでございます。昨日はどうもでした。いえいえ、宣言通り
今日はなんとか来れました。明日の例大祭は多分来れないです。それにしてもこの辺でできたロボットが。ちゃうわ。ちゃうわ。見るとそんな感じはするんですけど、これね、そうそう、あの名古屋祭りってありますけど、僕が去年とかも行ってた、ちゃうの、ちゃうの、名古屋祭り10月にある、あの名古屋最大のお祭り、本当あれがね、大元のお祭りのことの、あの名古屋東照宮さん、これが大元のお祭りです。この前夜祭とね、盆祭とね。で、それを商業祭りにしよう、ちゃんとした商業祭りにしようって言って、秋に商業祭りとして、大々的なものって始まったのが今、名古屋祭りでございます。本来ね、明日ね、出汁とかも出るんですよね。あ、藤川さん、こんばんは。G チャンネルのキャストよくお願いしますね。大阪の新名字でも4月に本能ありますよ。そうそうそう。東照宮って全国各地にありますもんね。ちゃうのよ。なんでちゃうの？この後この2人がこのリングで登場してるの違いますか？ロボット対戦ちゃう。いろいろ方がな、ごちそうになっちゃう。あ、みんなさん、こんにちは。千里さんお誕生日おめでとうございました。だしだしで汁って言いそうになったよ。だしです、だし生ぐるまで。藤川さんも新川さんもこんばんはって思いますね。こんばんはでございます。夜8時まであるんですけど、ちょっとそこまでできるのかわかんないんですが、はい、いきなり真っ暗になってちょっと待ってね。戻るかな、これで。戻ったか。で、藤川さんに、新川さんに、こんばんは、マイスさん、エロいって感じや。何じゃねん。何じゃねん。消えたデータ。あのね、よくね、画面が落ちる現象があるんですけど、ラジオにして動画配信ですが戻るっていうことをだいぶ前に発見して、前までは一回一回落としてたんですが、こうやって戻してるね。ちょっとね、夜暗くなってからね、ライトの照明がちょっと心配なんですけど、できる限りやっていきたいと思います。この面倒を消していると仕事もやってしまうし、頑張ってね、ちょっと心もね、綺麗に洗い流してくださいね、画面をね。
1826年12月26日、戦歴1523年1月31日、ところが巣立ってしまったんじゃないか。なるほど、まあそうなんでしょうね。てか僕も全然知らないですもんね。たまたま明日なんか戦中間記念の霊感祭があるっていうだけで、みんな知らないっすよね。天王寺は延々6時間ぐらい続きます。あ、そうなんだ。明日が霊感祭の本祭で午前中10時間ってなってるんですけど、何時までやるのかな、公開されてませんでした。 HP で今日が5時かな、夕方5時から夜の8時まで、これとあのこういうのがずっと続いていきます。前の種類を変え、登場してくる人物も変わりながら、夜の8時までやるみたいなので、可能な限りここにいようかなと思っております。
しか見えない。一個一個で止めてきたんだけど、ちょっと待って。